はいどうもおはようございます。ルティアです。はい。えっ、ー、と、めっちゃよく寝たマジで。<laughs> めっちゃよく寝たっていうか、もう何時に寝たかもよく覚えてないんだけど、ほんまに、えっ、ー、とねゆ、夕方ってことはさすがにないけど、もうなんか日が暮れたぐらい、もう7時とかぐらいには多分寝てたと思うよね。で、まあ眠かったのは眠かったよ実際その、あんまり寝てなかったから、前の日、その切り抜きを作ったりしてね、まあね、そのアップされてるんでわかると思うけど、 あのロザリアちゃんとえー、っと,あーっとベニ様の切り抜きをまあアップしたので昨日おとといとねなのでまあ その一昨日にね、ちょっと作業をずっとしてたんで、まあ、あんまり寝てなかったっていうのは事実なんだけど、まあ、その感じで、めっちゃ寝不足だったんで、まあ、しゃあないっちゃしゃあないんだけど、こんなに寝ると思わんかって、普通にね、朝とかいう昼まで寝てたから、<laughs> 普通に、これ <laughs>、ビビった、あの時間に寝て昼まで寝ることほ,ほぼほぼないしな。まあ、めっちゃ夢見てたから、正直、眠りは朝かったと思うけど、めっちゃ寝てた。うーん えと今日もちょっとそんな感じでちょっと遅くなっちゃったんでもう昼になってしまってるので11時前ぐらいなのでまあちょっと、まあ、予定とかもあるのでちょっと手短に話すんだけどえーとまあ切り抜きでねベリー様を作った流れでちょっと関係してくるといえば関係してくるんだけどえっ、ー、と同じ V スポのねえっ、ー、とあの一ノ瀬ウルハちゃんあの まあ、FPS 系のゲームやったりしてるので、あのー、あの V 最強とかあの辺のイベントを見てたりする人2次フォロー見てたりとかしたら、まあ、あの辺で、ね、絡んだりするので、えーとまあ、知ってる人、まあ、そうじゃなくてもコラボをしたりすることも、まあ、あったりするのでその箱越えで、ね、やったりすることもあるので2次とかフ、ね、ォローとかもそうだけどな,なので、まあ、割,割と知ってる人も多い,の多いんじゃないかなと思うんだよね。あのベリー様もそうなんだけど このウルハちゃんに関しても、まあ、言ったらロセさんとか言われてるけどこの人も割と結構知られてるんじゃない俺ね結構その配信とかそのまあさっきも言ったけど V スポーっていうかまあ、ね、そのゲームをねあんまりそ詳しくないしそんなに見てないから、あのー、そこまではその知らないのよ言ってもその内面的な部分というかこういうキャラクターでというかまああのー、基本的にさ V スポー というかまあ多分主に v スポはそうだけどあんまりロールプレイって強くないじゃんか言ったら多分 v, v スポ見てる人は分かると思うけどあんまりロールプレイが強い感じではないでしょ結構素,素というかさまあビジュアルとかのキャラクターはあるけどその基本的にその性格面とか割と素じゃんか、まあ、言ったら そのゲームをするのが前,前提にあるのでやっぱりそのあまり後手後手にキャラ作ってもしんどいでしょぶっちゃけゲームしながら割とね感情的になることもあるだろうからなかなかそのキャラを維持できないし基本的にまあ雑談とかならね維持できるかもしれんけど正直ゲームとかでそれはきついでしょだから割と V スポってさあ,のあんまりキャラ強くないと思うよあのロールプレイというかなので あのこのウルハちゃんに関してもまあ昨日のねメリー様に関してもそこまでキャラって強くないと思うよまあその素のキャラクターというかこの子はこういう感じなのでみたいなのは多分あると思うんでそう,いそういうのがあんまりちょっと分かんないっていう話なんだけどビジュアルだったり声だったりはめちゃくちゃ知っててそれはねでめっちゃ好きなんよ声なんかちょっとあのー、ちょっと低めの声というかでまあなんか。 そうそれそのイメージはあったよね。そのウルハちゃんに関しては、あのベニー様はもともとそのいろんな。なんかコラボとかそういうので、まあ、ビジュアルがそもそもめっちゃ好きだから、ベニー様に関して昨日のね。なので、まあそのベニー様に関してはもともと見てたし知ってたんだけど、あとあのな,なんだろう。そのティックトックとかね。その切り抜きとかが上がってて、それでその偶然ね。その。 俺が見てる人じゃなくてその,その人と一緒に出てるっていう形でそのー様が出てたりして「あこんな子がいるんだこの子誰だろう」って言ったらまあぱりヤクモ紅ちゃんってことで、えー、VS4 の子なんだなと思って調べたりとかして「ああこんな子なんだ」っていうふうにこうなんだろうその知識というかっていうものをまあ深めていってまあえっ、ー、と昨日切れる気をね作るまでに至ったんだけど。 そのウルハちゃんに関して言うと、まあ、同じように見てはいるんだけどそこまでその知識まだ深めてないので何とも言えないんだけどとりあえず美女と声に関してはめっちゃ好きでえー、っと。 なんだっけなこの前、えっ、ー、と、あの、ケイソン総長の話をしたとき、確か、あのな、なんだっけ、その、海外に行きの道のこのみたいな話をしたときに、えっ、ー、と、サムネでね、ケイソン総長のあの、ロングの髪のやつを多分使ったと思うんだけど、あのね、美女がちょっと似ちゃってるよね。あの、髪型のせいだと思うけど、ちょっと似ちゃってるっていうね。俺もあれ、あの、あの、ケイソン総長のさ、あの、イラストを見たときに、ちょっとウルハちゃんみたいだなと思ったんだけど、あえて触れはしなかったけど、 うんっていう感じなんよね、まあ、割とだからこの感じが好きっていうのもあるしさっきも言ったけど声はめっちゃ好きあのー、本当にちょっと低めの声でちょっと落ち着いたというかお姉さんっていう感じかなちょっとでまあそのベリー様もそうなんだけどただまあちょっとちょっとまあ毛色は違うでしょまあちょっとあっちはそのベリー様の方はちょっとそのセクシー路線が強いのでで えーっと、この、ね、ウルハちゃんに関しては、セクシー路線というよりは、本当にお大人のお姉さんみたいな、単純粋なね、っていう感じなので、まあ、住み分けはできてると思うし、まあ、結構ね、v スポって、結構この辺、わちゃわちゃが面白かったりするのでその、その箱内でも箱外でもね。なんで、まあ、そういう意味で、俺はだから、コラボとかで見てるんよ。その、ウルハちゃんだけじゃないよ。他の、えー、っと、v スポのメンバーの子たちもそうだけど、だいたいそういうコラボとかで見てて、 で気になり始めて見に行ってみたいな感じが多いからちょっとその個々人のねその性格みたいなものとかがそのはっきり把握できてない部分があるからちょっとあれなんだけどただまあ声とかの意味で言ったら本当に好きな子の一人に入るなっていう感じだよねまあね割とね V スポは見てるのでその言ったらそのうん <coughs> さっきも言ったけどそのコラボとかでわちゃわちゃしてるのが楽しくて見てるところが多いのでその個人の配信とかを見れてないよあんまり言ったらその、まあ、ベリー様はさっきも言ったけど、まあ、何かで気に入っちゃったのでその個人のやつを見たりしてるんだけど、まあ、それ以外の子に関しては本当にえっ、ー、とに個人の配信見れてなくてそのコラボでわちゃわちゃしてるところをよく見てるっていう感じだよねはい。 まあまあそんな感じなんだけどまあウルハちゃんに関してはちょっと昨日の話も含めてちょっと気になり始めたのでまあもう今後もしかしたら切り抜きを作ることもあるかもしれないですね。はいロゼティアでしたバ